まず語らなければいけないのが本作の主人公である高梨圭です。17歳という年齢の割にやや落ち着きのあるクールな青年ですが、なんだかんだで面倒のいい根は優しい人物です。ありふれた日常を過ごしていた彼に突然訪れた転機、そして始まる非日常。マインドという類まれな力を手に入れた時、彼はその力をどう使っていくのか、悩みながらも前に進むことのできる心の強さを備えた人物です。次に主人公を支える友人を紹介しましょう。まっすぐで飾らない性格の千景さん、底抜けに明るくムードメーカー的な朝比奈レオ、穏やかではあるもののどこか変わり者の神なしずく。主人公である K は普段はその落ち着きのある性格から3人の保護者的な立場になってしまうのですが、彼らもまた K を支えており、互いに良い関係を築いています。そしてまだ高校生の K たちを支える立場として登場するのが尾形陽一。裏世界に足を踏み入れてしまった K たちにその危険性と知るべき情報を授けた人物です。大人としての威厳を持ち険しい表情をしていることも多いのですが、意外と気さくな性格です。ある事件をきっかけに私立探偵として単独でマインド絡みの事件を追い続けており、洞察情報収集に長けた非常に頼れる彼なのですが、自分自身の話を避ける傾向があります。世界を変えるために暗躍する謎の青年として西園寺桃月が登場します。冷静で頭が切れ、常に数手先の未来を見据えた行動をする策士です。世界で起こる怪異事件の原因となっているマインドがやってくる扉、連月特異点の異常発生は彼によるものとされています。彼がなぜそのような行動をしているのか、その理由とは何なのでしょうか。さらに西園寺桃月と行動を共にする左京奏で、新しい楽しいものが好きで退屈が嫌いです。謎が謎を呼ぶ展開を生み出し、周りが困惑するのを見て楽しむ悪い癖があります。つかみどころがなく、上から目線でからかうような態度が目立ちますが、裏付けされた情報と確固たる実力を備えているがゆえの態度です。また物語を語る上で鎌田博明というベテラン刑事も登場します。普段はひょうひょうとしていますが、自身の強い信念のもと現場一筋で職務に当たっており、仕事に対し決して力を抜かない人物です。一見こわもてですが、意外と面倒見もよく部下からの信望も厚いです。異世界の存在を知らない一般の人であったからですが、 K たちマインド使いとの接触により変化が訪れます。物語には他にも魅力的なキャラクターが多数登場しますので、楽しみにしていてください。